なしみかんの時間。さあ始まりました、なしみかんの学校ゲーム長リランです。生徒会長ミカです。校長のベルカでございます。イエーイ、メリークリー。メリークリー。ちょうちんあんこうじゃん。横見て横見て、ちょうちんあんこうだよ、見てほら。はい、ということで今年もやってまいりました、クリスマス。はい、なんだかんだでなしみかんちゃんとクリスマスはねやってます。イベントごとね。去年はさ、アダルトグッズもらった。確かに。そうそうそう、まだ DVD 見てない。嘘。あの、大人感でしょ。大人感もらって。大人感もらったね。で、あの、撲滅、撲滅やったよね、アプリでね。あーあー、そうそうそう、アプリね。あれ、たまに見ると面白い。あー、そうだね。でさ、ベルクラさんはさ、ミカちゃんに持ってるものをさ、プレゼントしちゃったわけじゃん。あれね、ほんとね、たまに思い起こすんだ。でもね、いいことが一個あったの。ミカちゃんがそれで充電器かぶっちゃったじゃない、うん、あのベルクラさんのもらった方を使って昔使ってたやつを私にくれた。あ、そうそうそう、あげた。結局巡り巡って、そうそうそう、あげたね。そうでもちゃんとね、ベルクラさんからもらった方を私にね渡すんじゃなくて、ちゃんと昔もらった方を私にもらったから。うん、ね、そこ重要だから。さすがにやっぱ人からもらったものは人にあげれないよね。イランの充電器見て、あれそれ私が売ってたの。別にいいけど。こんな感じでね、まあ企画は去年と一緒なんですけど、はい、まあ、今年もプレゼント交換やっていきたいと思います。また大好きなドン・キホーテさんで、うん、残り30分で3000円ずつですね、うん、なるほど。はい、選んできました、うん、もうね、金額決まってる方がやりやすい。やりやすい。もう変にね、高いのももらってもなんか気が付いちゃうもん。だから、ね、今回は1万円近くで反省があったんで、うんうんうん、10分で終わった。すんげえ早かった。だからね、思わずメールで、あ、人のものは早いんかっていう。なんか自分のことだと分かんないんだけど、人のことってよく見てるから、うん、これが嫌なのかって分かんない。あ、そっちね。いい意味ね。あ、違うの。我らには適当かって適当、いつも適当じゃないでしょ、あんだけ選んで。あ、でもそうだね、ミカちゃんいいセンスしてるもんね。そうだね、2人とも誕生日近いから、うん、誕生日も一緒に選びに行くわけ。あー、はい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 。いや、じゃあ期待だな、この10分。今回は、私結構、うん、自分でも買っちゃった。マジで、じゃあ、おそろっぴだ。3人でおそろ。うわぁ、かわいいじゃん。すげーな。でしょ。うん、それすげーな。ってぐらい結構、これはいいと思う。で、私自信ないぞ。私もね、あんまり自信ないのよ。次、ネタ系に走るか。いや、でも去年アダルトグッズだ。今年もアダルトグッズくどいかなと思って。私もアダルトグッズ来ないって。そう、あれこれはと思ってでもね、その一旦さ、意外とアダルトグッズコーナー狭かったよね。そうだね、そうだね。そうだからさ、入った時にベルクラセンターマジ気まずいなと思いながら、とりあえず1回は入った。ああ、ガチめのやつしかねえ、ここはと思って。あれ結構ガチめしかなかったし。そう。じゃあ何からいきますか。最初はグーじゃんけんぽん。最初はグーじゃんけんぽん。いつも負けんだよな、なんか。じゃあ最初に行くね。オッケー、じゃあ私2番目にするわ。え、困った。最後にあまりですけどな。ほら見て、うん、ちゃんとラッピングをしてもらう。あんまラップしてもらってね。違うね、レクラさん。あ、ありがとうございます。ありがとう、メリークリー。メリークリー。さあ、ちょっと待って、ちょっと待って、また近い、近い。え、やばい。や、じゃあせーの、じゃーん。ちょっと待って、腹筋エクササイズ。腹筋エクササイズ。これはもし持ってたとしても、うん、あの大事が1個なくなった時にこっち使えばいいじゃん。確かに。もしくはね、背筋腹筋にね。そう、これが、これを貼ってピッてやるだけで、うん、そうです、鍛えられるんです。確かにこれ持ってないですね。持ってない、持ってない、持ってない。あの、なんかいつかこれなんか欲しいなと思ってた、うん、そう、私もちょっと気になってはいた。そう、そう、気になってるけどさ、自分で買うことじゃなかったじゃん。自分で買うこともない。二の腕とかも入れたい。ちなみに私も買ったからもうなんかこの商品ってさ、広告みたいになってる。なんかさ、いや、これほんと2990円とかだった。まあ、うん、ちょいで入れて3000円ちょっとだけど、でも3000円で買えるんだったらいいかなみたいな。なるほど。で、あの、最近我ら気にしてて、あの、まあ、来年動画上がると思うんですけど、まあ、今日はあの、もう一個違う運動する系の収録をしたいから、で、まあ、ちょっと来年引き締まっていこうぜという、確かにね、ことも含め、うん、これだってゲームしながらでも、うん、横になりながらでも。これマジで私買わなくてよかったもん。
あ、解散ぞ。解散。やったぞ。じゃあ私が。やれやれ、我々。私が。はい、リランさんから。じゃあ、ベルクラさんにまず。なんだなんだ。どれどれ。はいはい。いや、これさ。あれ？でもこれ外でも切れるから。あのさ、これ、ちょっと一言いいですか？あの、視聴者さんが私に全く同じもん送ってきた。でもシャツだからさ、やっぱり2枚目としてね。2、3枚、これは持ってても大丈夫だけど。これ迷った、でも。めっちゃ被っちゃった、でもって思った。でもこれほら、動かないからさ。でも、どんだけ筋トレさせたいんだって。なんかさ。じいさん、2020年すげえ。じいさん2020オリンピックじいさん2020しよう。その映画ができそうだわ。短編集短編集だからミカちゃん、はい、まずはね1個目、まあ無難にね、あ、ねえ、ありがとう。私さ、このね動画で映るかな、このニキビ、ニキビじゃないね、もう吹き出物、これ2ヶ月治ってないんです。乾燥してカケツカケツで。なるほどね。バッグは正直消耗品なんで、いくらあってもいいなと思ったので、とりあえずあの、まあついてくよね。前も美容系だったよね。さっきあのまあそのいろいろとね、その体のことをお話ししてて、まあ骨盤が気になると。はい。ああ。骨盤矯正、骨盤美容タイツ、美脚タイツ。骨盤美容タイツ。美脚、美脚タイツ。履きますね。美脚タイツ。そうそうそう。でもこれ普通に普段で使えるタイツみたいなので、嬉しい。でさ、私自分でも矯正系買ったのよ。ああ、はいはいはい。ああね、こっちの嫌なんだよ。私猫背だから、私もリランさんこっちにするかあっちにするか悩んで、どっちも買ったの。どっちも自分欲しかったから、最終的にあ、でもこっちだなって思ってみんなと共有しよう。なるほどね。じゃこれ履きながらこれつけて、すごいじゃん、ビシッだよ。かなりいいだよ。あとはさ、ちょっとカチューシャ取って、目つぶって、目つぶってね。気になる、まだあるのって嬉しいね。なになになに、あ、きたー。なに、これね、私気になってたやつ。いい、うん。あー、かわいい。なに、おっぱい。おっぱい。あ、おっぱい。あー、ほんとだ。なんか耳だと思った。なんか夢の国かと思った。え、なにこれ。これね、私、なんかねえな、な、面白いねえなと思ったら、子供がこれわしづかみして、おっぱい、おっぱい、走り回ってて、それやと思ったんだけど、場所も見つからず、時間内に。すごい。じゃあ、私が代わりに買っといてやったの。あ、そうなんだ。すごい。わし、から買ってたら、2個。さすがに2個いらねえな。これは2個いらねえな。すごい。いくつも。おっぱいと、おっぱいです。うん。やっぱ、みがちゃんって言ったら、おっぱいなんで。え、嬉しい。以上です。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。カーツ。カーツ。わしね、ちょっとね、実用的すぎるかもしれない。やるんだよ、嬉しいね。実用的にはこのおっぱい。だってもうね、二人のね、物の大きさとね、全然違う。本当だ。これね、小さいんだよね。さあ、まずじゃあ、ミカちゃんから。なんですごい。すごい目が怖かったんだよ。これで横目で。ミカちゃんだ。はい。こちらだ。どん。吸う美容液。美容液を吸っちゃいます。カートリッジこれ。え、ありがとう。何これ。本当になんかこう、こうふわーって煙を吸うと、このなんかヒアルロン酸とコラーゲン。今だってここでさ、電子タバコ流行ってるもん。うん、流行ってる、流行ってる。それがでもタバコじゃないからすごくいいね。そうなんですよ。これ全然そのタバコ関係ではないんだわ。いや、ニコチンとかただゼロですから。ほんとだ。じゃあ吸える、ありがとう。そうですよ。いいですね、ありがとう。面白そう。結構まあ面白いかな。はい、ちょっとじゃあこれ使ってみたいと思います。はい、おっぱいかぶりながら、これなんかすごいよ。すごいやつだな。うん、タレントなんだけど。何するんだろう。かなりちょっと実用的すぎる。うん、もうなってしまいました。はい、じゃじゃん。USB!SD64GB。 素晴らしい。今このカメラのね、あのメモリがいつもいつもね、もうない、もうない、やばい、本当に。
すごい嬉しい。いや、本当に本当に買わなきゃいけないもんだったんで。これがもう3000円です。ありがとうございます。嬉しい。実用的すぎて、あの、リラの反応が。反応難しいよな、これもらってさ、ね、これ大人になった気分だ。いや、これは気になるもん。これは結構でも私いいセンスいってたでしょ。じゃあ私はもうこれでもう動画いっぱい撮って頑張ります。来年頑張りましょう。はい、来年いっぱい動画上げるつもりなんで頑張ります。でも毎年やってるね、ちゃんとクリスマスね。ほんと大事よ、やっぱり誕生日とクリスマスは毎年やってるね。そうそう、おっぱいに合ってる。ありがとう、ほんと。うん、かわいい、嬉しい。でも来年も若干あの、うん、素敵なボディを目指して、はい、あと皆さんに届けた EMS で、はい、ね、頑張ってください。はい、ね、はい、頑張りたいと思います。ということで、今年も皆さん素敵なクリスマスをお過ごしください。はい、ということで皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、ハッピーメリークリスマス。だいぶ実用的すぎたな。反応に困ってる。久しぶり見た。いや、おっぱいだよ。